やり直し、先に2勝したらもうそこで終わるからね。あ、終わらねえよ。2位抜けも決めなきゃいけねえよ。さあ2回目、マノ VS ティアン、ね、3人リーグこれがあるんでね。さあ先ほどはマノが勝ってる対戦。さあこのリーグ実力拮抗ということで、ね、まあまあ見応えのある試合が多くなるんじゃないでしょうか。さあ画面端テアンが大ピー漏れたところが助かる。であれ対空だったらすごいね。さあマノのルミナスもガード。あ、テアンさん本当くぐりがうまいですね。あそこからタクいけたらいいんですが、さあマノのずらし気味、ジャンプショー系からのチェーンコンボ決まるが、さあビシャモン牽制が強いんでリリスもチクチクと削られている。体力差は大してついていない。さあ昇竜で切って、さあずらし2回ともガード。さあここは手堅いぞテアン。そして狙いすまして ES 紀元山ガードキャンセル。さあここで魔の大きいコンボを決めて体力差をつけていく。さあ画面端脱出して、さあテアンもねルミナスくらよく食らうんで警戒はしているが、ユーテルそばから食らってしまった。勝ったのは魔の、はい、さあ 1P 側が黒いサスカッチ、 2P 側がマノリリス。投げを決める。そしてすかし投げ。さあ黒映画、画面中央戻ってきて、さあ画面端まで来たぞ。さあ切り返していく。でさあ ES ビクタイフンパナスもブランチ決まるからの、さあ黒い、ここは行きたい。さあ行き切った。さあ黒が先に取る。さあ最近はの試合でも結構勝つところを見かける黒いサスカッチ、このまま行ってしまいそうな気配が、お珍しいフィニッシュ。さあややこいややこい。さあ坊さん困る。はい、クロロこの大会終わってる予定だったんですけどね。さあ 1P 側クロエサスカッチ、 2P 側がビッグティービシャモン。さあビッグの名前は伊達じゃなかったところを見せてしまうとこれが終わらなくなる。さあ見せなくてもいいかもしれないビッグティー。さあしかしこの歌の実力は結構白昼。さあ安藤さんが1回目と全部紹介がひっくり返ってると、これ2回目もひっくり返ったらまたもっぺんですからね。さあ黒江が調子よく攻める。さあちょっと調子のいい方を応援するような実況になってますね。がテアンも持ち前の粘っこさを発揮している。さあ体力差がなかなか開かない。さあ黒い大足を差し込んでいく。大足大足と大足。さあなんか気分を良くしたか。そして中パン、さあ1本奪ったのは黒いブランチ行きたかったのかな。だが大技の隙に一気に1本奪い返されてしまって、2本目。さあ下段刺さって下段刺さって、さあ画面端に詰めてるのになぜ後ろまで下がる。なぜだ、実況を泣かしたいのか。やってしまえ。さあ中盤、そしてチェーン。さあ前置き投げ、ビシャモンはねあのこのキャラだけ特殊なんで起き上がり即投げを使います。他のほとんどのキャラが、おっと黒い勝ってる。起き上がりね
5フレーム経たないと投げれません。というわけで1位抜けが黒江さん確定、2位抜けが魔の、はい。というわけで決勝てるし面白い勝負になると思います。そんなことはいやまあいいじゃないですか。おっと勝利切っていく。でも不利ということなんですけれども、なんか自打側は別にそんなに不利に思えないですけど、そうなんですかね。まあまあしだし、まあ、無視していこう。さあそしてリース側がもう一歩取られそうですね。勝利で切って、おっとこれは大、おっともったいないが、まあ、これ体力5分なんで大丈夫でしょう。さあ格をちょっと潰していくですね。さああと一発ぐらいかな、ちょっと攻め込めないが落ち着いていく感じですね。さあダークホースコンボはいけなかったが、まあちょっと状況は回避できたね。おっとこれは爆地みたいな感じですが、まあ、特にリスクはないんで問題ですね。さあどっちが先に乗るか、おっと先に乗ったらジェダの方ですね。さあ画面端だからリース側もかなり困りますね。おっとすぐスタバ取り返す。さあガーチャン使えないガーチャンを頑張って使って、おっとこれリースだ、これがある。さあどっちが試合を決める大技を先に当てるか、まだじいじいの戦いが続きますね。さあおっとこれは大技が決まった。さあどうなるか、お結構赤が出てますね。おうまいうまいうまい、これはバツだけど結構痛いですね。お83。さあ一発当てればもう勝つが、さあもうあと押しそう。さあおっとダークホースコンボは決まらない。勝者は、まあ、さあ HP 側が、黒いサスカチ、 2P 側がアージーガノン。さあ黒エ VS AJ。 さあ AJ の中足が刺さりまくる。何があった、さあ ESB と放していく。今のはヒット確認取りたい。そしてタワーズ当たって画面中央、台足当たって、さあ ESB とまできっちり決めるからの、さあ画面の端端、あのビーストビーストもねうまくガーキャン取れたらいいんですが結構難しい。まあ、このゲームそこに意識を置いてしまうと他のことがおろそかになるんで、そのあたりも難しいところですね。さあ透かし投げが起き上がりに起き手破りのイージスタワーズ。さあ黒江がいいところまで行っている。なぜそれが繋がらないが、まだ分からないぞ。アイス様がビースト引っかかって、だがそれは遠い。そして投げ、そしてもっぺん打撃。勝ったのはアジス様、エイジエガロンで。さあ決勝戦、 1P 側マーノリース、 2P 側があうえ 2P 側がアジガロン AJ。 さあ AJ 押していく。さあマノがガーキャン結構高い精度で決めてきますね。さあ AJ が言うてる間に13秒、死んでいる。さあ両方のキャラともにバカ力キャラなんで、これはまだまだ分からないが、さあ今 AJ だいぶ危ない落ち方してるぞ。からのさあマノが、おっと AJ 蹴っていく、遠距離台形。あの遠距離台形ね結構温まるんですけど温まるんだよ。あれでね結構ペース崩れるんで、あのあとねいかに保てるかっていうのもガロン戦の一つのまあなんだろう見どころというか。
まあ、気をつけなきゃいけないところなんでしょうね。さあ立ち回りはなんかしっかりしてるっぽく見える AJ からのビーストしっかり決めて、さあダークホースが出て AJ が逆転勝利になるか、なるか、ならなかったというわけで優勝は、マノリリス、おめでとうございます。2位が AJ。 さあ解明の回なかったですね。というわけで、8月のヴァンパイアセーバー大会これにて終了になりますが、来月ですね、毎回第2土曜にここのテクノランドのセーバー大会やらせてもらったんですけど、来月は、9月の2週目にジャッジメントで東京の秋葉原なんとかかんとか場所忘れたで、でかい 3-on-3 の大会あるんで日程ずらします。日程ずらして9月の第1週の日曜日、9月の7日の日曜日に開催するんで、また皆さん、こどってご参加ください。今日はどうもお付き合いありがとうございました。ウェイ。